キッシーです。エンタメ世のため、人のため、人生はエンタメだ。今日は祇園甲歌の秋の巻をご紹介します。清少納言は幕末の宗室の中で秋は夕暮れと言っておりますが、さて祇園甲歌ではどんな風に歌われているんでしょうか。まずは聞いてみましょう。はい、祇園甲歌ではやはりもう少し夕暮れよりももう少し時間が経ってからの風景が歌われておりました。今尾上松也さんがやってる後鳥羽上皇は秋は夕暮れではなくて春がいいというふうな歌も歌ってらっしゃいます。人の心は多様でございます。次回は冬の巻でございます。さてまたお楽しみいただきたいと思います。それでは失礼します。